アントニオ・ミランテは、イタリア・カンパニア州ナポリ県、カステル・アンマーレ・レディスタービア出身のサッカー選手。ポジションは GK。ソレント・カルチョの下部組織出身。2003年に移籍したユベントス FC では、イタリア代表の聖手護神のジャンルイジ・ブッフォンが、不動の地位を築いていたため、2004年は、セリエ B の FC ・クロトーネ、2005年は、 セリエ A の a c シエナへのレンタル遺跡を経験する。2006年、ユベントスがカルチョスキャンダルに伴いセリエ B に降格になった際に、チームに復帰し、ブッフォンに次ぐ第 2GK を務めた。翌2007年は UC サンプドリアにレンタル遺跡。2008年にはサンプドリアが共同保有権を買い取るが、ルカカステラッツとのポジション争いに敗れ、二千九年には、 パルマ FC へレンタル遺跡で放出される。新天地のパルマでは前年の昇格の立役者であるニコラ・パバリーニとの政治意争いを制して定位置を確保。この活躍により2010年にパルマへ完全一席。2009から10シーズンから2011から12シーズンまでの76試合のうち欠場はわずか3試合とレギュラーの座を不動のものとしていた。 しかし2015年にパルマが破産し契約が解除された。2015年夏にボローニャ FC へ自由移籍で加入。アンジェロ・ダ・コスタとボローニャのゴールマウスを支え、2016年7月にボローニャとの契約を3年間延長した。2018年6月22日、エース・ローマに移籍することが発表された。移籍金は400万ユーロで契約期間は3年。 加入後は、ロビン・オルセンの控えとしての立場だったが、終盤戦に出場機会を得ると、そのままオルセンからポジションを奪った。2021年5月29日、契約満了により、ローマを退団することが発表された。ありがとうございます。